はいどうもふみちゃんです。今上野駅に来ております。今からね浜松に、18切符を使ってね戻ります。鈍行のみですね、東海道線で途中1回沼津でね乗り換えて浜松に戻りたいと思います。ちょうど1週間ほど前ねこの上野まで浜松からね、同じく18切符を使って、在来線普通列車のみでね、ここ上野まで来ましたが今日は逆ですね。逆に浜松まで普通列車のみで下りたいと思います。この後15時20分発の沼津行きで沼津まで向かいたいと思います。Thank you.
刻は間もなく6時になります。先ほどね沼津駅に到着しました。この後ね18時31分発のホームライナー浜松駅に乗車してまいります。ありがとうございました。まもなく静岡です。3番線に到着、出口は左側です。乗り換えのご案内をいたします。東海道線各駅に停まります普通列車の浜松行きは19時13分、乗り場所の正面向かい側へ横断線です。新幹線下り小玉号名古屋行きは19時24分、乗り場6番線です。新幹線上り小玉号東京行きは19時20分、その後光号東京行きは19時38分、乗り場はいずれも5番線です。ご乗車ありがとうございました。まもなく静岡です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。途中の際列車が左右に揺れますのでご注意ください。お買い求めいただきました乗車整理券はお忘れなくお持ちください。車内の落とし物、お忘れ物なさいませんよう今一度お確かめください。静岡を出ますと次は藤枝に停まります。次は井岡です。ご利用には乗車券
はい、浜松駅に、ね、到着しました。で、そのままこの列車はね、終点浜松から普通列車豊橋行きに変更となります。浜松に到着しました。8時12分米国に到着しました。到着列車ね、普通列車豊橋行きすでに発車済みでございます。このホームライナーね、特に今年に入ってからね、名だたる YouTuber の方がね、相次いで動画をね投稿していましたのでね、結構見かけた方も多いと思います。ぜひね、静岡に来た際ね、またこの時間帯に静岡をね、東から西へ横切る方、ぜひね、使ってみてください。よしばチャンネル登録ねお願いします。以上、ふみチャンネル、ふみちゃんでした。